語を話そう。セクション5、1。あの映画どうだった？大したことなかった。2。昨日のテスト大したことなかったね。難しかったよ。3。結婚すると自由がなくなるって言いますが。そうとも限らないでしょう。4。携帯電話変えたの？ええ、こっちの方が機能が良くて料金も安いから。5。携帯電話の番号とメールアドレスが変わりました。じゃあ教えて。セクション5。1。あの映画どうだった？大したことなかった。2。昨日のテスト大したことなかったね。難しかったよ。3。結婚すると自由がなくなるって言いますが。そうとも限らないでしょう。4。携帯電話変えたの？ええ、こっちの方が機能が良くて料金も安いから。5。携帯電話の番号とメールアドレスが変わりました。じゃあ教えて。6。 DVD を買いたいんだけど。じゃあ西新宿の亀田屋に行ってみたら？秋葉原より安いよ。7。そのカメラずいぶん古いね。そうなんだ、丈夫で長持ちだよ。8。もう申し込んだ？まだ、手続きがめんどくさいんだ。9。明日の今頃は北海道にいるんです。いいなぁ。10。あなたの国ではどうですか？実はしばらく帰ってないのでよくわからないんです。6。 DVD を買いたいんだけど。じゃあ西新宿の亀田屋に行ってみたら？秋葉原より安いよ。7。そのカメラずいぶん古いね。そうなんだ、丈夫で長持ちだよ。8。もう申し込んだ？まだ、手続きがめんどくさいんだ。9。明日の今頃は北海道にいるんです。いいなぁ。10。あなたの国ではどうですか？実はしばらく帰ってないのでよくわからないんです。セクション6。1。何これ、食べ終わったら片付けなさい。それまだ食べかけなんだから置いといてよ。2。引っ越しの当日は田中くんが手伝ってくれるんだって。本当？よかったね。3。この前の大会、拓也4位だって。本当？あいつにすれば、よくやったんじゃん。4。どこかかゆいところはありませんか？大丈夫です。5。この漬物、いけるね。そうだろう？それ、おばあちゃんが送ってくれたんだよ。セクション6。1。何これ、食べ終わったら片付けなさい。それまだ食べかけなんだから置いといてよ。2。引っ越しの当日は田中くんが手伝ってくれるんだって。本当？よかったね。3。この前の大会、拓也4位だって。本当？あいつにすればよくやったんじゃん。4。どこかかゆいところはありませんか？大丈夫です。5。この漬物、いけるね。そうだろう？それ、おばあちゃんが送ってくれたんだよ。6。友達だからって許せないことだってあるよ。そりゃそうだろうけどさ。7。
なーに、その投げやりな態度。別に。8、カラオケ行ってどんな曲歌うの？ J-POP が多いかな、最近の。9、車の免許とか持ってないの？あ、僕まだ16なんです。10、あー、どうしてあんなことしちゃったんだろう。まあそう言うなって、誰にしろそういう瞬間はあるんだから。6、友達だからって許せないことだってあるよ。まあそりゃそうだろうけどさ。7、なーに、その投げやりな態度。別に。8、カラオケ行ってどんな曲歌うの？ J-POP が多いかな、最近の。9、車の免許とか持ってないの？あ、僕まだ16なんです。10、あー、どうしてあんなことしちゃったんだろう。まあそう言うなって、誰にしろそういう瞬間はあるんだから。セクション7、1。田中さんの結婚パーティーいつでしたっけ？確か10日の午後3時からです。2。当日どんな服を着ていきますか？平服でいいみたいですよ。3。プレゼントはどうしますか？いろいろ考えたけど、お金を包むことにしました。4。結婚式の時、新郎新婦に何て言えばいいんですか？そうですね、ご結婚おめでとうございます、お幸せに、が一般的ですね。5。26.5cm の革靴を買いたいんですが。はい、それではこちらの靴はいかがでしょうか。セクション7、1。田中さんの結婚パーティーいつでしたっけ？確か10日の午後3時からです。2。当日どんな服を着ていきますか？平服でいいみたいですよ。3。プレゼントはどうしますか？いろいろ考えたけど、お金を包むことにしました。4。結婚式の時、新郎新婦に何て言えばいいんですか？そうですね、ご結婚おめでとうございます、お幸せに、が一般的ですね。5。26.5cm の革靴を買いたいんですが。はい、それではこちらの靴はいかがでしょうか。6。彼女、目がクリクリしていて可愛いね。え？彼女みたいなタイプが好きなの？7。もう3月だよ、そこのカレンダーめくって。うん、わかった。8。バケツの中の水捨ててください。はーい、じゃあ庭に撒いておきます。9。コンサートのチケット予約した？それがダメだったんだ、チケット30分で売り切れたらしい。10。コンサートのチケット電話予約しておいたから。じゃあすぐにお金振り込まなくちゃね。6。彼女、目がクリクリしていて可愛いね。え？彼女みたいなタイプが好きなの？7。もう3月だよ、そこのカレンダーめくって。うん、わかった。8。バケツの中の水捨ててください。はーい、じゃあ庭に撒いておきます。9。コンサートのチケット予約した？それがダメだったんだ、チケット30分で売り切れたらしい。10。コンサートのチケット電話予約しておいたから。じゃあすぐにお金振り込まなくちゃね。セクション8、1。明日時間通りに来てね。大丈夫、10分前に来ますから。2。
どこで乗り換えるんでしたっけ？新宿が便利ですよ。3。終電に間に合う？ギリギリかな。急がなくちゃ。4。売店はどこですか？ホーム中央の階段を上がったら右手にありますよ。5。この電車は渋谷に行きますか？ええ。でも銀座線の方が早いですよ。セクション8。1。明日、時間通りに来てね。大丈夫。10分前に来ますから。2。どこで乗り換えるんでしたっけ？新宿が便利ですよ。3。終電に間に合う？ギリギリかな。急がなくちゃ。4。売店はどこですか？ホーム中央の階段を上がったら右手にありますよ。5。この電車は渋谷に行きますか？ええ。でも銀座線の方が早いですよ。6。15-9はいくつ？6ですよ。7。6+15はいくつ？6+15は21でしょう。8。何か意見があれば遠慮なく言ってください。特にありません。9。わざわざありがとうございました。とんでもないです。10。ご心配をおかけしました。いいえ、大変でしたね。6。15-9はいくつ？6ですよ。7。6+15はいくつ？6+15は21でしょう。8。何か意見があれば遠慮なく言ってください。特にありません。9。わざわざありがとうございました。とんでもないです。10。ご心配をおかけしました。いいえ、大変でしたね。ユニット5、セクション1、1。今年の目標は？そうですね。英会話を始めようと思っているので、それを続けることです。継続は力なり、ですね。2。明日の約束忘れないでね。大丈夫だよ、多分。え？多分？ 3。すみません。出席率を調べていただきたいんですが。あ、はい。次の休み時間までに調べておきます。じゃあ、よろしくお願いします。ユニット5、セクション1、1。今年の目標は？そうですね。英会話を始めようと思っているので、それを続けることです。継続は力なり。ですね。2。明日の約束忘れないでね。大丈夫だよ、多分。え？多分？ 3。すみません。出席率を調べていただきたいんですが。あ、はい。次の休み時間までに調べておきます。じゃあ、よろしくお願いします。4。小林さん、何見てるの？この間の旅行の写真。え？どこ行ったの？5。すみません。コピーをさせていただいてもよろしいですか？あ、はい。どうぞ。ありがとうございます。6。ハクション！ハクション！あれ？花粉症？ハクション！7。卒業したらどうするんですか？外資系の会社に就職することが決まったんです。あ、それは良かったですね。8。4。小林さん、何見てるの？この間の旅行の写真。え？どこ行ったの？5。すみません。コピーをさせていただいてもよろしいですか？あ、はい。どうぞ。ありがとうございます。6。ハクション！ハクション！あれ？花粉症？ハクション！
業したらどうするんですか？外資系の会社に就職することが決まったんです。あ、それは良かったですね。八、そういえば昨日田中さんに会ったよ。へえ、元気だった？うん、全然変わらないよ。九、キリが良かったらこっちでコーヒー飲まない？うん、もうちょっと待ってて。じゃ、入れとくね。10、このコンピューター誰か使ってるの？あ、それ落としといて。あれ？このワードどうしよう。あ、上書きしといて。8、そういえば昨日田中さんに会ったよ。へえ、元気だった？うん、全然変わらないよ。9、キリが良かったらこっちでコーヒー飲まない？うん、もうちょっと待ってて。じゃ、入れとくね。10、このコンピューター誰か使ってるの？あ、それ落としといて。あれ？このワードどうしよう。あ、上書きしといて。